ブンブン、ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、現在開催されている OCN モバイル版5周年記念感謝セールが、いよいよ9月26日の10時59分に終了しますので、改めてこのセール内容、それから意外と紹介されることの少ない注意点についてご紹介したいと思います。まず今回の5周年記念感謝セールですが、よくあるセールのように、SIM カードの同時契約を条件にスマホ本体が安くなるというセールになります。セール対象としてはファーウェイの P20 ライト。こちらは一番安いプランですと4800円でこの P20 ライトが購入できるようになります。その他、同じくファーウェイのノバレット2は3800円。フリーズビートについては55円。アクオスセンスライトは9800円で、アクオスセンスプラスは24,800円。その他、ゼンホン5が2,980円、グー08は2,800円と、どの端末もかなり安く購入できるようになっています。そしておそらく最も気になるのがこの P20 ライトだと思います。P20 ライトは現在販売されている SIM フリースマホの中でも最も人気の高いモデルで、評価もとても高いのが特徴です。ただ、先ほどもご紹介した4,800円でこの P20 ライトが購入できるっていうプランですが、実はこの辺にはかなり注意点がありますので、今回はその辺についてご紹介したいと思います。まずここにマークがついていますが、この意味ですが、まず OCN モバイル版というのは SIM カードを契約するという意味になります。そしてこの OCN と書いた電話のマークですが、かけ放題プランのことを意味しています。そしてこの MY と書かれた鍵のマークですが、こちらはマイセキュアというもので、いわゆるスマホ向けのセキュリティプランになります。これら3つに加入することで、初めて4,800円で P20 ライトが購入できるようになります。もしこれらの OCN の電話とマイセキュア、これらのプランを外してしまうとどうなるかというと、7,800円となってしまいます。一見するとこの4,800円の方が安くていいかと思いますが、かなり注意点もありますので、それについてご紹介したいと思います。注意点というのは主に料金面です。まず今回のセールで目を引くのが P20 ライトの端末代で、一番割引額が低いプランの場合は P20 ライトが7,800円、逆に割引が多く一番安く購入できるプランが4,800円となっています。ただし、これは P20 ライトの端末代で、実際に支払わないといけないのは、この端末代の他に、毎月発生する月額費用があります。注意点というのは、この月額費用についてです。7,800円のプランですと、月額費用はデータ通信だけになりますので、月々の契約容量にもよりますが、一番安いプランで1,100円、一番高いプランで6,050円となります。そしてこの7,800円のプランというのは、このデータ通信だけのプランになりますので、合計金額としては月1,100円から6,050円となります。ですので、1ヶ月の通信量を 3GB を選択している場合は、月々の出費が1,100円で済むということになります。ちなみに、ここに書かれている料金は全て税抜き価格となりますので、実際はここに8%の税金が加算されます。一方、今回のセールで最も目を引く P20 ライトが4,800円で購入できるというプランですが、こちらはデータ通信のほか、音声通話、それからその他サービスを全て契約した上での価格となります。月額費用はデータ通信の他に、通話やその他のサービスの料金が含まれてきますので、かなり高額になります。例えば、データ通信で一番安い1,100円の月3ギガのプランを選択し、さらに通話プランとしてベーシックプランに加え、かけ放題プランに加入した場合、それぞれ700円と850円がかかります。そして、セキュリティソフトであるマイセキュアもそこに加わりますので、1ヶ月の合計金額は最も安いプランでも2,800円となります。この通話やその他のセキュリティソフトのプランなどはいらないから外したいと思うかもしれませんが、これを外してしまうと4,800円で P20 ライトは購入できなくなりますので、基本的にこれらの加入は必須になります。ですので、契約した直後については7,800円と4,800円ですので、この4,800円のプランの方がお得にも思うかもしれませんが、実際の月額費用はこれだけの価格差がありますので、2、3ヶ月使っただけでも
実際にお得なのはこちらの7800円のプランということになります。こういったセールについて紹介されている YouTube 動画も多数ありますが、実際の月額料金がどうなるかというところについて紹介されている方は少なく、意外と見落とされていることが多いかと思いますが、注意しないといけないのはこの月額費用の方ですので、もし今回 OC のモバイル版のセールを利用して P20 ライトなど端末を購入しようとお考えの方は、こういった月額費用にも注意した上で購入することをお勧めします。なお現時点でこのファーウェイ P20 ライトを買ってもいいかということなんですが、この端末が気に入っている方は別に買っても問題ないかと思いますが、そろそろファーウェイから Mate 20シリーズが発表される時期になってきました。 Mate 20シリーズというのは春に発売された P20 Pro のようなフラッグシップモデルもあれば、今回セール対象となっている P20 ライトのようなエントリー向けのモデルもあります。ですので、なるべく新しいモデルが欲しいと考える方は、あえて今 P20 ライトを購入するのではなくて、来月 Mate 20シリーズが発表されるのを待っておくというのもいいかと思います。ということで、今回は OC のモバイル1の5周年記念セールについて、セール対象となっているスマホ本体や契約する上での注意点についてご紹介しました。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。